はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、骨髄移植をしてからこう余計に体にね、その変化を感じるようになったお話をします。皆さんのね、健康な体でもですね、寒くなるとこう振る傷がね、うずく時ってありませんか？こう病気をするまでにね、これに関してはですね、そこまで感じてませんでしたけど、気候の変化がね、激しかったりとか、季節の変わり目のね、時期にはね、日によって、その時には一日の中でもすごい時間によってね、その暑かったり急に雨が降ったりするなど、その気温、気圧、湿度の変化がすごい大きい時というのは、体にストレスを与えているようなんですよね。で、もともと人間というのはですね、地球上のその環境の変化に左右されないために、ホメオスタシス、恒常性っていうね、機能が備わっていますけども、健康状態がいい時は対応できるんですけども、疲れとかね、病気など免疫力の低下でそれらの機能が維持できなくなると、その自律神経がね、乱れて、こう手足が冷たくなるとか、肩がこわばるとかね、その体にだるさを感じる、頭痛が起こるなどね、その体にね、さまざまな影響を与えることがあります。僕はね、その腰のね、骨髄腺腫がね、昨シーズンの冬はね、うずいてました。今シーズンはまだないんですけども、そんなうずきがね、その別の箇所でね、早速やってきたのかもしれません。それがね、その昨日のね、動画でお話しました、この左肩関節の痛みかもしれません。昨日あれからね、その左肩を脱臼したのをね、ちょっと思い出したんですわ。その昔といっても、そこまで昔じゃないですけど、もう15年ぐらい前の冬なんですけどもね、僕自転車でね、事故に遭いまして、遭いましたって言うとね、受け身になってしまうんで、ほんまのことを言うと、前から歩いてきた人にハンドルが引っかかって、僕だけがこけたんですわ。だから僕がぶつかっていった感じになって、歩いている人にぶつかっていった感じになって、僕がこけたんで、僕が事故を起こした側の人間なんですよね。でもその人というのは、そのね、ぶつかった人というのは、当時50歳代後半の女性で、黒いコートにね、黒い大きなこうスポーツバッグをね、肩からかけてて、でちょうどその方はスポーツジムの帰りやったみたいでして、でそんな僕も黒いダウンジャケットに黒いズボンに黒い自転車で、頭だけ金髪やったんですけど、僕もね、急いでその一生懸命そのペダルをガーってこいでね、結構なスピードを出してたんですよ。早く帰るなと思ってたからね。でそしたらちょうどその電信柱の陰からね、その女性がその電信柱を避けて歩くために、こうふわっとね、路肩から身を乗り出した瞬間やったんですよ。その時に僕の自転車のハンドルと女性のスポーツバッグがガツッとこう引っかかりまして、こう自転車が一瞬だけグッてロックがかかったようにね、勢いがダウンしたんですけども、こいでる僕の体もね、こうスピードに乗ってるわけですから、自転車が一瞬ロックかかっても僕の体は止まりません。なので、僕の体だけがそのままのスピードで、ほんまにこのスーパーマンのようにね、こう飛んでいきまして、前に飛んでいきましてね、一瞬だけそのふわっとね、こう無重力を感じたんですけども、でそのままアスファルトにドーンってこう叩きつけられまして、でもね、その時はね、何が起こったか分からなくてね、どこも痛くなかったんですよ、そのドーンで叩きつけられた瞬間っていうのは。ほんで、しばらくね、このままの状態でね、しばらくしたらね、アスファルトを感じてですね、あ、俺は自転車でこけたんやわって、こんなところでこけてたらあかんやんかいって、起きやなと思って、その両腕をね、そのアスファルトの地面をね、こうグッと押してね、その上体を起こして立ち上がろうと、で、そして足のつま先に力が入って腰を持ち上げた瞬間に、こうガクンと左肩だけが地面に落ちてね、その瞬間に激痛が走って、そのタイミングでね、左肩がね、脱臼したんですわ。もうそのね、ものすごい痛かったので、もううめき声を上げてね、その場でね、転げ回っていたらね、その一人の女性が声をかけてきてね、その人がその僕がぶつかってしまった人なんですけども、もうその時にね、もう痛すぎて動けませんでね、もうダサいんですけどね、僕も泣いてしまいましてね、痛すぎてね、こんなとこおってもしゃあないしね、どうしようかと思ったら、一人の男性が通りかかってくれて、助けてくれて、で一緒にね、近くの交番まで連れて行ってくれたんです。
ほんでね、男性は自転車のタイヤ、僕の自転車のタイヤの曲がったね、自転車をこうガッと押してきた。で、女性は、その女性が絶対に持たへんやろうっていうぐらいのデザインの、すごい派手なね、デザインをしたね、僕の派手なリュックと、自分の黒いスポーツバッグを持っている。そして僕は、その腕をこう、なんか変な感じで押さえながら泣いている、こう支えてるんですよ。そんな3人を見た交番のおまわりさんも3人おったんですけど、その3人はすぐに救急車を呼んでくれて、まあ、到着までにね、その事情聴取が始まって、男性は帰って、僕はその女性に付き添ってもらって、救急車に乗って病院に行きました。事情聴取をしている時にね、そのおまわりさんが家に連絡入れてくれてたみたいで、まあ、その時実家やったからね、家に連絡してくれてたんですよ。で、病院で処置してもらって、僕も肩をね、ポコンとこ入れてもらって、で、待ち合いで待ったら、その車で迎えに来てくれたお父さんにね、何やってんねん、お前は相手の人を怪我させてもらったらどないすんじゃんお前はってね、めちゃくちゃ怒られまして、まあ事故を起こしたのはね、僕が自転車で女性が歩行者なので、もう 10-0 で僕が悪いのでしゃあないんですけど、まあ、僕ね、自転車からすごい勢いで飛んでしまっていて、アスファルトに叩きつけられて脱臼までしてんのに、まあよう考えたらね、大怪我してるんですけどね、僕ね。もうそんなね、まあ怒られたけど、まあでもね、その女性の方はものすごい優しい方でね、まあ、事故扱いにもされてないし、何の要求もされなかったし、もうね、怪我もなくてほんまに良かったですわ。その人無傷やったんですわ。ほんま良かったです、何もなくてね。で、その女性が言うには、その自転車が来たのにも気づかんくて、なんかがスポーツバッグにポーンって当たったなーって思ってたら、自転車から人がドーンと飛んでいったから、すごいびっくりしはったみたいで、ほんでこけはったし、なかなか起き上がれへんなと思ったら、急にうめき声を上げてたから、ひょっとしたら当たりやかなーって一瞬考えて、でも誰も周りにいてなかったし、まあ、夜やし暗かったし、すっごいもうほんまに夜で暗かったんですよ。街灯もね、遠いところに1個あったぐらいのところやったからね。で、まあこのまますぐに私逃げたら安全やわと思って帰ろうとしたけど、当たりやりにしてはほんまに苦しんでそうやから、声をかけてみたらすごい泣いてたからね、これは助けてあげなあかんなと思ったんですって細かく教えてくれましてね。で、僕もすごい細かくそれのことを覚えてましてね、まあ、その方の顔はね忘れてしまいましたけども、あの事故のことはねすごいよく覚えてます。それの時のような肩関節を入れてもらったその後の痛みに、似た痛みがその昨日の動画でお話したことなんですわ。まあ、入院中もね、退院してからもね、まあ、免疫力は回復してなかったはずなんですけども、今になってその肩の痛みをね、思い出しましてね、まあ、入院中とかね、その退院直後っていうのはね、まあ、肩どころじゃなかったから気にもしてませんでしたけども、まあ、だから気にならなかったんでしょうね。まあ、免疫力のね、低下でもね、まあ、このようなことはね、なくはないとね、調べたら書いてあったので、まあ、今のところはね、まあ、これぐらいでね、今住んでいて、まあ、良かったなとね、思っております。まあ、これよりもね、その、帯状疱疹とかね、その骨髄移植の副作用の GVHD とかがね、ぶり返しないときほんまにマシなので、ね、前向きに捉えておきましょう。まあ、という感じでね、骨髄移植をして、まあ、余計に体の変化を感じるようになったというお話でございました。今日は以上になります。今日もね、最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。